2015年2月10日、中国メディア区下登場ドップニュース級は、発祥の地よりも、それが伝わった先で大きく発展することはままあるとし、欧米で発明された八件は、日本人がさらに発展させたとする記事を掲載した。一野球。明治維新の時期に、米国人によって日本に持ち込まれた野球は、現在では国民的スポーツとなっており、甲子園は、 高校球児にとって夢の舞台でもある。野球を扱う漫画も多い。また、福田康夫首相、当時が、ウェンジ・ヤバを首相、当時とキャッチボールをするなど、首相にとって、野球は、外交スキルの一つにもなっている。2、アニメ。1828年にフランス人が発明したアニメーションも、今では、 日本のソフトパワーの代名詞的存在になっている。3. デリバリーピザ。ピザはイタリア料理の一つだが、デリバリーピザは日本で大きく発展。味だけでなく、独特な外箱や景品のおもちゃも多種多様で、あるデリバリーピザ店は、ボーカロイド、ハツネミクとのコラボにより、配信したアプリを利用することで、独自のサービスを提供。 特別仕様のピザボックスが一時在庫切れになるほどだった。4. キットカット。英国企業が1935年から販売し、1988年にベーネスレに買収されたが、商品名がキットカツと似ていることもあって、受験シーズンなどにも人気となっている。5. ケンタッキーフライドチキン。1930年、米国が 紀元のケンタッキーフライドチキンは、インスタントラーメン発祥の地である日本でも大人気となり、独自のメニューも展開している。6. お笑い番組。お笑い番組は日本で人気だが、過激さを売りにする番組が増え、ついには靴まで口に。7. アーケードゲーム。アーケードゲームの起源は、ドイツで開発された自動産卵機とされるが、ゲーム機は、日本で大きく発展。 マリオは、任天堂のゲームに登場するキャラクターだが、同社を代表する存在として世界的に知られている。8、プリクラ。日本は国土が小さいが、プリクラは、他の国々よりもはるかに大きく、さらに、デカメ効果や足長効果など、様々な機能が盛り込まれている。